どうもすみません。KBS ファンタジーステックス出走馬1頭ずつについて喋っていきたいと思います。JBC が同じ日にあるということで、そっちもやろうと思ったんですが、ただ、追い切り映像だとか、最低限必要なものがないので、なので、予想しようがないというところがありますね。まあ、パドッコ見てみないとという感じで。まあ、でも、 クラシックの方はある程度は人気どころは有力かなっていう感じで、まあ、それで、まあ、パドックの仕上がり次第で右回り1008から2000ベストと言えるようなそういったような条件になるグレンセントとかその辺が穴馬候補かなっていう感じですね森いと騎手が乗るということで、まあ、出来が良ければっていうところなんですけれどもで ヒンバの方ですねレディースクラシックそっちの方はホワイトフーガは結構人気かぶるとは思うんですがあの馬だんだんとその無駄な肉がついてきて一番最初に地方交流かなんかで多いでしたっけ多いかなんかで圧勝した時あの時がピークだったかなっていう感じで今ちょっと乗り方によっては尻足っぽくなりますんでそんなには頼りになる馬ではないかなっていうところなんですがただ 他の馬たちもなんか強そうな馬いるのかなっていう感じですね。パドック見てみないとっていう感じです。それでスプリント。スプリントの方はコパリッキーはですね、半信半疑かなっていう感じですね。まあ、スピードがある馬なんで、まあ、1200でもこなすとは思うんですが、まあ、ワンペース気味に競馬をまとめたいとはいえ、最初からスピードに乗らなきゃいけない。 1200m 短い距離ですね、これが合うのかどうかっていうのと、あとは合うにしてもいきなり対応できるのかっていうところですね、基本的には道中一旦息を入れて、そこから後半ワンペース気味にまとめるっていうような競馬が合いそうなイメージなんで、まあ、コパノリッキーは結構ギャンブル性は高いかなっていうところですね、もちろん足を回りうるかなとは思うんですが。 西モノノフの仕上がりがどうかなんですけれどももともと力のある馬で仕上がりさえ良ければ G1 でもやれると思いますんで、まあ、仕上がりが良ければ西建モノノフも注目するだろうなっていう感じですねでこちらですね KBS ファンタジーステークス2歳牝馬でですね 京都の外回り 1400m この条件っていうのは結構荒れやすいというか特に馬場が良かったりなんかすると立ち回りだとかポジション取りだとかあとは仕掛けですねそれで着順がガラッと変わるようなところもありますんでなので、まあ、本当に紛れの多いコースということあとはそうですね特に抜けた馬がいるというわけではないので。 まあ、乗ってる騎手の方はチャンスがあるということで結構楽しいレースなんじゃないかなっていうふうに思うんですが予想する側あとは馬券買う側からするとまあその確信を持てないレースということで、まあ、本当に皆さんは好きな馬を選んである程度サイコロの目を振るような感覚振るような感覚で狙ってみた方がいいんじゃないかなっていうようなレースですね。でそういった中で人気どころ モズスーパーフレア、この馬に関しては、まあ、ちょっと仕上がりがどうかなっていう感じ見えたんで、追い切り後に変わってない限りは、追い切り後に状態が上昇してない限りは、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうところがありますね。もともとずぶいところがありますし、まあ、ちょっと急仕上げ気味なのか、なんか後ろ足に、講進に頼りすぎてる、突っ張ったようなフットワークになってますんで。 そのフットワークで 1400m ゴール前までしっかりと持つかなっていうそういったような不安がありますねあとはアマルフィコーストですねアマルフィコーストはダイヤメジャーサンクなんですけれども、まあ、ちょっとその軽さがないというか硬いんですよねでパワーのある中距離だとかそういったようなコースだと走りやすいとは思うんですがあとは阪神だと ある程度走りやすいとは思うんですが軽石場の京都 1400m ある程度器用さが必要な外回りということであんまりいいイメージは湧かないですね、まあ、ただ他の馬たちも強くないということあとは浜中紀州が一発を狙った仕掛け進路取りそういったので構想できる範疇かなっていうところなんで、まあ、モ,ズフモズスーパーフレアの方が 消し材料はあるかな？っていう感じではありますね。それではうちの方から1頭ずついきます。ペイシャルアスペイシャルアスはストロングリターン産駒でストロングリターンっていう種馬はまあ、ちょっとパワーが足りないような感じ。あとはその大物感というか。なんか破壊力のある感じの馬っていうのはまだ見かけてないんですけれども。 ただ馬の形はいいんですよね馬体の形がよくて、まあ、もしかしたらうまくかみ合えばそこそこいい馬出すかなっていうようなイメージがありますねまあ、ただ安定感は多分ない感じになるかなとは思うんですが、まあ、もちろんその繁殖品馬いい繁殖品馬を安定してつけられるわけではないそういったような感じではありますんでなのでまあたまにいい馬出しそうだなっていう感じですね、まあ そうですね、いい馬が出るまでチャンスをもらえるかどうかっていうところもあるんですけれどもそれで母系が待機シャトル大気シャトル自体は歴史的最強クラスの馬の一頭なんですが種馬としてはですね平凡な子を出す傾向にあるというかぱっ、まあ、と見は良くても実際走ってみるとそんなにバネがないっていうような馬が多くてパッとしなかったんですけれどもただ 母父ブルドメアサイヤーとしては多少はいいところ出てくるのかなっていうふうに感じていましてまあそうですねその馬の形が整ってるっていうところそのベースですねそのベースに対して他の種馬が加わった時ですねそういった時にプラスアルファが生まれた場合にいいところが出るんじゃないかっていうことですね例えばエリシオっていう馬も種馬としては平凡だったんですけれども 馬の形がしっかりとしているということでそれで種馬つける種馬によってはそこそこいい馬出してるんですよねなのでこのペイシャルアス88大気シャトルのそのベースですねしっかりとした形のベースにストロングリターンストロングリターンはちょっと面白いあの馬体の形としては走る雰囲気のあるそういったような 面白い馬体してますんでなのでまあそういったところでこの馬はある程度は楽しめるのかなと思いますねちょっと大物感は感じないですしまあ今後驚くような走りをしてくるっていうことは可能性としては低いとは思うんですがただこのメンバーでミルコ・デ・ムーロ騎士が乗るってなると面白いかなっていう感じですね、まあ、ちょっと追わせるようなところがありますしずぶいようなところがありますんでなので まあ、ミルコ・デムロ騎士が乗ってるっていうのは心強いですね。で、1400メートル外回り、まあこのコースを考えると、ある程度はギャンブル性の高い形で強引に進路をとってもしっかりと直線を終えるミルコ・デムロ騎手ならば、ある程度は形はつけてくれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。仕上がりもいいですし、まあ、それなりの末足もありますんでっていう感じですね。ままあ、ただ、まあ 面白いかなっていう程度で硬、まあ、いということはまずないですしほ、まあ、他の皆さんは他の馬を選んでも全然悪くはないかなっていうようなところですねレグルドール。レグルドールは全く人気がないですね。僕はまだここのメンバーだったら能力上位かなっていうふうに感じてます。 でパワーーとスピードですねそういったことに関しては現時点ではここでは上位かなっていうところがあってまああとは距離が持つかどうかなんですよねまあ追い切りなんか見てても一気にワッといっちゃいそうな雰囲気があるというか、まあ、一気に足を使いすぎちゃってそれでゴール前で止まる可能性があるかなっていうところで、まあ、できれば 1200m の方が。 信頼性は高いかなっていう感じはあるんですけれどもまあそうですねなんとか現時点持ってくれないかなっていう感じですね、まあ、内枠ということでうまく前に壁を作りながら回ってこれればっていう感じですねで高倉騎手高倉騎手に関してはですね過小評価されてる騎手の一人で単純に馬を動かす技術でいうと まあ結構関西でいい馬に乗せてもらってるみゆき騎手や和田騎手よりも高倉騎手の方が技術的には上なんじゃないかなっていう感じがありますしまあ今後いい馬に乗せてもらって経験を積んでいけばもっと活躍できる騎手だと思いますね全国リーディングで上位2015それぐらいに入ってもおかしくはない騎手だと思ってますんでなので ま、こういったところで、ある程度結果を残してくれたらいいなっていう願望もありますね。モズスーパーフレアモズスーパーフレアは国連2歳、セックスの時に人気してまして、僕も能力。素質に関しては高く評価してたんですが、ただ4コーナー前後勝負どころでズブいところがあるまで。 多分松若騎手では動かせないケースが出てくるだろうなっていうふうに思ってたんですけれどもそれで実際に小倉2歳ステークスでは4コーナー前後のところですっと動かせなくてそれで能力を余して負けたようなところはありましたねで、まあ、今回多分乗り換わりの予定だったんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は勝手に思ってるんですけれども、まあ多分その乗り換わりの予定の中で JBC が 裏開催で機種が用意できなかったんじゃないかなっていうところで、それで松若騎手になった可能性が高いんじゃないかなっていうふうに見てます。まあ、でも松若騎手もですね、さすがにそのトップジョッキーですね、動かせる機種たちと比べると技術的にはまだ若手機種で劣るんですけれども、結構思い切った競馬をすることが多くて、早め戦闘っていう形で後半ギアを上げてく、そういったような競馬をする時があって、 まあ先行場に乗ってる時ですね、そういった時に穴を開けることありますよね、去年のこの辺の時期、結構穴開けてましたよね、京都の外回りで穴を開けてたんですけれども、まあそういった意味でも、松若騎手の思い切った企業がはまればなくはないかなとは思うんですけれども、ただ、この場自体、最初に言ったように、状態があまりよく見えないというか、追い切り映像を見た感じだと、 突っ張っっ張てて走ってるんですよねあれはまだ体全体がうまく使えてないっていうところで脚力に頼りすぎてるようなところがありますんでその分スタミナですね末足の持続性ですねそういったようなところがあるのかっていう感じですねなので距離も伸びますし京都の外回りということである程度直線に入ってから長く足を使えなきゃいけないんでまあ先行 としてては長く足を使えななななきゃいけないいけんででどうかなっていうようかっよイメージですねスノーガーデンスノーガーガデンは前に行ったりだとかいろいろと競馬を試してみてたんですけれども、まあ、前走後方待機で直線だけの競馬をしてそれで、まあ、やっと能力を出し切れたかなっていう感じで、まあ、ちょっとはまったようなところはあるんですけれども、まあ、後方で足を溜めたらある程度いい競馬ができる。 まあ中段よりも後ろで競馬をした方がいいのかなっていう感じが前走で見られましたね。まあ、今後使っていけばある程度はポジション取りに融通は効くとは思うんですけれどもまあ現時点ではということで多分今回も中段もしくは中段よりも後ろから競馬をするんじゃないかなっていうところですね。で、まあ、他の馬たちと比べて距離に関しては問題ないかなっていうのが大きいですよね。あとは 先方腹をくくって刺す競馬をするんだ追い込む競馬をするんだっていう風に腹が決まってるんでその分乗りやすいところはありますね、まあ、どういう競馬でもできるっていうタイプだとどう乗ろうかいろいろと迷うんですがこういう風にやることが決まってる馬っていうのは比較的乗りやすいですしギャンブル性の高さはありますけれども展開が向くかどうかっていうギャンブル性の高さはありますけれども、まあ、この馬なりに 競馬をしてくる可能性ね内目の枠を引きましたし足も溜めやすいですしまああとははまるかどうかっていう感じだと思いますね。アルモニカアルモニカはロードカナロワ3句でどうしても種馬の方が強調されやすいんですけれども母系がディーブインパクトなんですよねこの馬に関してはディーブインパクトのバネの良さが出てるっていう感じで。 まあディープインパクトっていうイメージで捉えた方がいいかなっていう感じがありますね。まあドゥラメンテなんかもキングカメハメハ3区ということでキングカメハメハが強調されてましたけれどもキングカメハメハじゃなくてボケのサンデー・サイレンスとエアグルーブその良さが出た決闘であって、まあ、どうしてもボケにそういう名品エアグルーブがいたりだとかあとはサンデー・サイレンスですね。やっぱり サンデー・サイレンスが入ってたら基本的にはサンデー・サイレンスの血っていう風に思わないとっていうところがありますんでこのアルモニカに関してもディープ・インパクトサンデー・サイレンスその血統だっていう風に捉えた方が賢いかなっていう風に思いますねまあそのキングカメハメハだとかロード・カナルアの血統ですねその血統っていうのはその母系の良さを生かすっていうそういったような 才能がある血統っていうイメージがありましてそれでまあそうですね変に自己主張が強いような血統ではないということでその分成功してる部分があるかなっていう感じなんで、まあ、ロード・カナロアのこのアルモニカに関してもそのサンデー・サイレンスディープ・インパクトの血統をうまく生かしてるかなっていう感じではありますね。でこの馬に関してはあんまり器用ではないので。 中途半端にポジションを取りに行ってロスのある競馬をした時に4コーナー前後で置かれないかっていう不安があってなるべくならその極端な形後ろから行くとかあとは先行するなら2番手辺りから鼻か2番手辺りからすんなりともしくは道中内ら地沿いを通るだとかそういった形でロスなく立ち回った方が足はたまりやすいかなっていう感じですね。 まあこれぐらいのメンバーだったらある程度ロスがあっても差してきてほしいというところはあるんですけれどもまあそうですねそういったその現時点にある不器用さですねそういったところが出ればこの馬は馬券圏,圏外に飛ぶ可能性があるということでなかなか本命が打てなかったかなっていうところですね。で田辺騎士はやっぱりその今は関東 1>, 1番2番を争う渡崎騎手と関東を支えている騎手なんですけれどもただ京都ですね関西の競馬場っていうのは結構トリッキーなところがあって関東の騎手が急に乗りに来てもなかなかこなせないようなところがあるんですよね。特に京都のこの外回りっていうことは難しいコースは難しいところがありますんでなので、まあ、田辺騎手だからといって。 この京都すぐに信頼できるって言うわけでもないっていうところですね。まあ、何度か乗ってるんですけれども、もっていう感じですね。鈴鹿フェラリーリ鈴鹿フェラリーリは札幌の1500メートル新馬戦で自分から動いていって圧勝っていう強い競馬をしたんですけれども。札幌の芝コースっていうのは洋芝で力のいる馬場で、それでまあ、コース的に1500メートル以上距離が長くなっていくと。 道中無駄足を使ってそれで止まるような馬たちがいる中そういった中で足を貯めて自分から一気に動くっていうようなそういったような競馬がはまりやすいコースでもあるんですよね。それでルメール騎手なんかは勝ちまくったんですけれども、まあ、鈴鹿・フェラリーの新馬戦に関してもその時は福永騎手が乗ってまして福永騎手がうまく立ち回った感じもありますね。なので ま見た目の錯覚的にすごく強く見えるっていうところもあった競馬ではありましたでその後、京都で一番人気になって三着に敗れたんですが、まあ、その時福永騎手が乗って道中足をためて丁寧に乗ったかなっていう感じでまあそうですね次に繋がる競馬をしてくれたかなっていう感じの競馬でもあったんですよね。 京都の外回りっていうのは、まあ、軽石場ということもあってなかなかそのこういう切れる足がそんなにはないタイプですね鈴鹿フェラリーみたいなそんなには切れる足がないタイプっていうのは乗り方が難しいところもあるんですが、まあ、そういった中でも福永騎手は丁寧に乗って競馬を教え込むような競馬をしてくれたかなっていうところでそれが今回に生きてくる可能性はあるかなっていうところですね。まあでも まあ瞬発力ということに関してはここでトップとはいかないですしあとはそんなにはスピード競馬が合うタイプでもないということで、うん、まあそうですねほ、ねまあ、他の馬たちもそんなに切れる足があるわけでもないですしうまく後半ワンペース気味になったところでうまく立ち回れれば一発あってもおかしくはないかなっていう程度で考えてます。 なのであんまり信頼性は高くはないかなっていうところなんですがただここに臨むまでの過程でうまく福永騎手がアシストしてくれてますんでなので競馬しやすいかなとは思いますねあとはそうですねそのワンパンチ足りないところをどうカバーできるかっていう感じだと思いますねトンボイトンボイは全く人気がないですねでも前走に逃げてってまして、っまし もし今回も逃げれた場合ですねその場合はそんなにはバカにはできないんじゃないかなっていうふうに思いますね、まあ、京都の 1400m 当回り2歳牝馬同士ということで、まあ、このメンバーは最初に言ったように紛れが生じる可能性があるということで、まあ、そんなにはバカにはできない馬だと思いますね前走新馬戦勝った時1分10秒9時計が遅くてしかもスローだったということでそれで人気してないと思うんですけれども スローの競馬をしたということはより 1,400m の競馬に近いというところもありますのでそういう新馬戦で息の入る競馬をしたということはそんなに悪い内容ではないということですしこの馬自体走りなんか見てても一本上司というわけでもなくて後半の足そこそこしぶとい足がありますんでなので。 まあけた場合ですねまあ控えた場合だとそこまでの瞬発力はないとは思うんですがまああんまり後ろに行くとあれなんでまあ3番手ぐらいまでですねはなか3番手の内で足を止めるだと,だとかそういったようなことができた場合ですねその場合っていうのはあんまりバカにはできないかなっていうふうに思いますねまあただ新馬戦の時スタートがよくて行けた感じで まあその後のダッシュも特別速いっていうイメージはないので花を切れない可能性の方が高いんじゃないかなっていうふうに見ていてまあそれで僕はちょっと印の方では回らなかったかなっていうところですねただ手広く行くんでしたら印はつけたい馬ですねポンと行けた場合っていうのは怖い馬だと思いますね能力的にもそんなには今は劣らないと思いますねコーディエライト コーディエライトは新潟2サイステークスの時に褒めてたんですけれどもダイヤメジャー3区にしてはですね例えばアマルフィコーストこれもダイヤメジャー3区なんですけれども比較するとアマルフィコーストみたいな重さがコーディエライトにはないんですよねちょっとシュッとしているようなところもあってダイヤメジャー3区の中でもちょっと なんか可能性を感じる馬体というか、まあ、距離伸びてもある程度対応できる可能性もありますし、まあ、どっかでいいとこ出るんじゃないかなっていうふうに感じてますねでさすがにその瞬発力タイプではないんですがただそれなりに足がある一本上肢ではないタイプの馬ですしまあ控えるければもう今後はできるかなっていうイメージですねですが 和田騎手はですねやっぱり技術的には全機種の中で真ん中ぐらいということで花を切った場合ですね花切ってこの馬で勝ったことあるんですが花を切る形もしくは2番手ぐらいから競馬をするもしくは3番手の位置とか拉致沿いにこだわるだとかそういったような乗り方ですねそういう乗り方だと比較的動かしやすいんですが中途半端に1等分2等分外を出すもしくは外を回る。 あとはポジション前、前後のポジションで中途半端なポジションから競馬をすると安定して動かすのは和田騎手では難しいタイプの馬だと思いますね。なので、ギャンブル性の高さは控えた場合だと出てくるということですね。なので、いかに乗りやすいポジションから乗りやすい進路、仕掛けができるかっていうところでそういったようなギャンブル性の高さがある分人気しすぎちゃしすぎかなっていうところですね。まあ、それでも スピードのある馬なんではなか2番手行っちゃえば和田騎手でも乗りやすいと思いますし、まあ、能力はここで上位の馬なんでまあそうですね変に余裕をこいて控えたりしないかどうかっていうところが注目点かなっていう感じですね、まあ、前走重賞で2着してるわけですからここのメンバーでもっていうことで普通に控えてっていう形の競馬をする可能性がありますんでその時に アラが出ないいかっていうところですね。ベルーガ,ベルーガは巾斜茶の奇跡3区なんですがちょっと肉付きがよくてパワーとスピードをつけてるかなっていう感じの馬体ですね。中内田旧舎で中内田旧舎は、まあ、そういう肉付きのいい感じの馬体を作る傾向にあるかなっていうところであんまりコバの中距離 で馬を作っていくそういったことに関してはあんまりいいイメージが湧かない旧車なんですが、まあ、ただこの時期のマイル以下ですねそ,その辺の馬の作り方に関してはこのベルーガーに関してはこれでいいのかなっていう感じで札幌の新馬戦ではモレイラ騎手が乗ってましてまあ道中中段よりも後ろ内らし沿で足をため4コーナーで外に出すっていうそういったような。 理想的な進路を取れての圧勝ではあったかなとは思うんですがたださすがにモレーラ騎手が動かせる騎手だからとはいえこの馬が動,動けるだけの能力があったということですね器用さもあったということで、まあ、そういった意味でも、まあ、現時点ではいいところあるなっていうふうに感じました。でクリスチャン・デ・ムーロ騎手はですねさすがに総攻力ではミルコ・デ・ムーロ騎手には劣るんですが。 それでも勝負どころですっと動かしたりだとか馬とのコンタクトのうまさんに関しては天才肌で、まあ、かなりいいところがありますんでなので、まあ、クリスチャン・デムロキシューに期待するという意味でも本命にしてみても面白い馬の一頭ではあるかなっていうところですね、まあ、ちょっともうちょっとうちのワークが良かったかなっていうことで印は3番手に下げたんですけれども、まあ、現時点では、まあ、この距離 この条件を使うにしてはいい形で競馬に臨めるかなっていうところですね足がたまればっていうことなんですけれどもっていう感じですアマルフィコーストアマルフィコーストについてはさっきからちょいちょい話をしてるんですがダイアメジア3区で良いところはパワーがあるかなとは思うんですが悪いところもダイアメジア3区の悪いところも出てる馬でまず重いっていうことですね 重いということとあとは硬いですね馬体的にも走り的にも硬いっていうところがあってこういう馬っていうのはどちらかというと力のいる馬場の方がいいかなっていうところで京都の軽い芝っていうのはあまり良くはないかなっていう感じですねあとはレース展開的に切れ味勝負瞬発力勝負になると苦しいところがあるタイプだと思いますねまあそれでも メンバー的に、まあ、うまく立ち回れれば後半のしぶとさを生かせれば通用してもおかしくないそういったようなメンバー構成でもありますんでなので浜中騎手が一発を狙った騎乗でスムーズに回ってきた場合ですねその場合っていうのは馬券に絡む可能性はあるかなっていうところですねただ人気してますし、まあ、こういう条件 まあ、マイナス面が多いということであまり狙うタイミングとは言えないかなっていう感じですね。アーテル・ワイゼー。アーテル・ワイゼーの前走は京都でルメール騎手が乗って、まあ、足をためて次につながるような競馬をしてくれたかなっていう感じで臨戦過程はいいかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっと前走は相手が強すぎたんでしょうがない2着かなっていう感じなんですが。 まあでもその2着に関してもルメールク氏がなんとか持ってきたっていう感じでこの馬自体切れる足がないですねんまあその衛心フラッシュでボケがアグネスタキオンなんでもうちょっと切れる足があってもいいかなっていうような感じはあるんですがまあどうやらどちらかというとしぶとい素足を生かしてどこまでっていう感じだと思いますねまああまり京都の外回り1400メートル ははまらななななければっっててていいうう感じにはなってきてるかなっていうところなんですがただ、まあ、メ,ンバーもメンバーもそんなに強いわけではないんで通用してもおかしくはないかなっていうところですねはまればっていうところなんですがで荻野極む騎手ですね荻野極武騎手デビューして1年2年ぐらいなのに本当に重症でチャンスもらってますね、まあ、関西立党のいいところっていうのはこういうふうに結構 どどんどんチャンスを与えて育て育よようっていううういいい意識が高いそういったような地域ではありますね逆に関東の見法とかだと硬、まあ、いイメージがあるというかなので藤田七子騎手たりなんかを乗せるっていう重症でどんどん乗せるということはあんまりないですね藤田七子騎手がもし関西で所属だったら立東だったらもっとどんどん乗せてもらってた可能性もありましたし。 中央競馬の初勝利なんかももっと早かったんじゃないかなっていう、まあ、そういったような立党と見本の違いみたいなところも競馬界にはあるかなっていうところですね。大ンステラ大ンステラは大ンオレンジ3区で貴重なんですけれども前走中京で勝った時っていうのは主か不良馬場でそれで勝浦騎手が乗ってまして早めに動く形で本当に。 勝浦騎手はローカルでの立ち回りがうまいんでそういったところが出たのかなっていうような競馬でしたねまあでも圧勝っていう感じにならなかったのはちょっと瞬発力が足りないかなっていうところで、まあ、ちょっと軽い芝になってこのメンバーメンバー強くなるということを考えると、まあ、こういう瞬発力が特にあるタイプではないので川田騎手に期待するしかないかなっていうようなところだと思いますね。ボールズ ボールズについては前走のサウジアラビアロイヤルカップ後の結果分析でしゃべったんですがまだ気象が若くて心身ともに完成度が低いですねパドックでの歩き方なんか見てても無駄な動きが多くてなかなか安定して足がたまるようなそういったような雰囲気はないですねでも新馬戦で阪神でいい足を使ってたように素質はあると思いますし パドックで馬体なんか見てても馬の形はいいで、すね。なので急車力によっては、ある程度は走ってくると思うんですが、まあ、これからうまく作れるかどうかっていうところですね。まあ、でも、気象が若くて、追い切り映像なんか見てても、なんかうまく体を使えてないような感じで、現時点では相当どハマりしないとっていう現状なんで、無印っていう形になりました。で、小崎旧車はですね、 短距離馬は結構作ってるんですがあまり中距離馬でいいイメージがないんでなのでこういう馬を機に一回その中距離でうまく足がたまるような形そういったような形で新しいこと試してうまく作ってみてほしいなっていう気がしますね。10082000ぐらいまでは持たせなきゃいけないそういったような馬体はしてますんで馬の作り方によっては短距離馬になるんですけれども、まあ、距離は持たせてほしいなっていう感じですね。 まあ、距離を持たすように作るとその分足がたまりやすくなってまあ新馬戦のような素足を使えるそういったような馬になっていけると思うんでっていうところですねでまあ気象が若いんで現時点ではあんまり使わない方がいいかなっていうふうには思うんですがまあここも本当は使わない方がいいのになっていう感じですね最後に僕の馬券の買い方についてなんですが まあ、ペイシャールアスもそこそこ人気してますし、まあ、相手の方、思い印の方もそこそこ人気してますんで、まあ、あんまり点数は変えないかなということでスノーガーデンやコーディエライトこの辺に関してははまった場合普通に来てもおかしくはないんですが、まあ、大ギャンブルをするということなら削るということで、まあ、点数を少なくしてそれでワイドも抑えるっていう形でいこうかなっていう感じですね。 ペイシャルルルルル。アアスからアルモニカ、ベルーガレグルドールここですね、ここに流すような形で、まあ、アルモニカとレグルドール、ウマレン集めに行こうかなっていう感じで、アルモニカとレグルドールに関しては、ペーシャルアスからワイドこの2点も買っておこうかなっていう感じですね。まあ、最初に言ったように、紛れの生じやすい メンバー構成、時期、あとはコースですんで、なので、皆さんはお好きな馬を選んでみた方がいいかなっていう感じですね。以上です。吉本興業、ABCDEU 加減という組みの東野昴郎と申します。失礼します。